10万円企画女子旅の第2弾。ねぶた祭りやってるみたいなんで青森ロケだー。あ、私森岡って聞いても青森やってました。そう、私もそうだってことやろ。岩手から攻めます。宝くじーわっせい。じゃん、基本の木。あれ、長橋さん、こんにちは。コーヒーが冷めないうちに。見渡す限り全部湖。めっちゃすごい。カメラでも伝わってる。あ、ちょっと来た、来たすぎてジャンプミスるかと思った。見て、あ、お、も、い、駅。めっちゃ涼しい。なんで、ね、あ、でも夕方ってのもあるかもしれない。よし、楽しみだね、うん、すごい楽しみ。私もねぶた見るの初めてなんで。じゃあちょっと行こうか。うん、ねぶたに行ってきます。じゃあジャンプ、せーの。ジャンプ。始まってびっくりしたね。すごいね。Thank you.
ということで、はい、ねぶた行ってきました。最高だった、はい、迫力がすごかったですね。そう、あとなんかもう帰るから座っていいよって言ってくれたご夫婦が譲ってくれた席、めちゃくちゃ良かった、うん、ね、見やすかったね、はい、さあこれからね、あとね、残金がね2756円なので、うん、タクシーの前にお風呂入ってこうかなと思って、いいですね、はい、まあ、近くに、はい、駅、青森駅が近くですね、そう、ちょっとお風呂に入ってリフレッシュしていきます。お疲れ様です。お疲れ様です。お風呂入ったね。お風呂入った。スッキリした。スッキリした。モザイクでお願いします。お願いします。あと帰るだけですね。すごい、あと帰るだけ。これが一番最後に使ったお金だよ。相変わらず使い切ったね。やば、小銭また66円。ただもっとね、やりたいことたくさんありましたね。青森もいっぱいありますね。言うて4時間ぐらい前に来たもんね。結論です。さっき来たからね。10万じゃ2軒は制覇できません。はい、1泊ぐらいして海の幸でも食べたかったね。食べたかった。ウニ食べたかった。またね、うん、リベンジで来ようね。来ようね。というわけで、ミカちゃんのプライベートについてきた女子旅館ということで、はい、それでは皆さん、ありがとうございました。はい、帰ってきました。はい、帰ってきました。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴いただいてありがとうございました。はい、まあね、今回もドタバタの珍道中でしたけれども、うちは一旦ここやん、多分、はい、うん、この点のとこに言うて、ねぶたしか見れてないからね、はい、そう、滞在時間もやっぱちょっと短かった。美味しいものも食べてないしね。そうなんですよ、残念でしたね。所持金の関係で。なんか美味しそうなさ、ホタテの店とかあった、ね、あったあった、はい、小通りだったよね。本当そうなんです。下向いて歩いたよ、ね、はい、多分何も見ないで。いや、マジで私ね、将来娘ができたらこんな思いさせたくない。そこ行ったら食べさせてあげたい。せめて旅行の時くらい。ご当地のもの削ります。お願いします。わー、出てきた。あー、緑なんだ岩手、綺麗だね。あー、もう嫌なこと思い出しちゃった今。何？スクラッチ外れたよね。あ、ちょっとこう青森の青森駅だけここです。削るね。ねぶた、ねぶた分だけ、ね、おこがましいから本当そこだけ、うん、はい。あ、これ所持金、所持金、残金ですね。66円。前より44円少ない。あ、確かに。というわけで、今回は三田祭りとねぶたを中心に回ってまいりましたが、気づくのは岩手ということで、はい、青森はまた別の機会にリベンジしたいと思います。はい、この動画が楽しいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあね、バッハハーバッハハー。ご飯をたくさん食べる人はたくさん出るだ。ブリ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 ベイベンカンカ、ブリブリベイベンカンカ、みんなで大勢よくブリブリ。